こんにちは、生体肉の子サインドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの人に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、現在ですね、夏バテに強い体、夏だるくならない体づくり、熱中症になりにくい体づくりということでお伝えしているんですけれども、ちょっとここでちょっと振り返りなんですが、まずは一番そのために重要なのが頭寒足熱ということでした。これは知ってる人がいると思うんで復習だと思って聞いていただくといいんですけども、頭寒足熱、頭が涼しくて足がポカポカしている状態、これが頭寒足熱という状態です。足はポカポカ、頭はクール、涼しい状態です。はい。で、このために、この辺を緩ましたり、脳の疲労を取ったりですね、あと足をプランプランして、足の血流を良くするということがまず大事なんですけども、では、そもそも、なぜですね、これが熱溜まったらそれを取り除いて流れるようにすることも大事なんですけども、じゃあそもそもなぜ頭が熱くなって足が冷えてしまうのか。これの反対である、この健康な状態は頭が涼やかなんですけども、それと反対、なぜ頭に熱が溜まってしまうのか。足がポカポカしているのが正しい状態なんですけども、なぜ足が冷えてしまうのかと言いますと、これは普段の姿勢に、関わってきます。普段の姿勢がですね、正しい状態ではないと、体の熱もですね、間違ったところに熱が溜まって、本当は熱がいかないといけないところに熱がいかないということになってしまいますので、普段の姿勢が重要です。では、どういう姿勢が頭に熱を持たせるのかと言いますと、まあ、簡単に言うと、こういう姿勢になります。もうちょっと傾けますね。例えば座っている時なんかにですね、ちょっと見えないですね。こう、丸くなって、こういうですね。骨盤がですね、この骨盤が後ろにこう倒れて、こう背中が丸くなった、こういう姿勢。こういう姿勢でいると頭に熱が溜まります。なぜかというと、姿勢が骨盤がですね、後ろにこう倒れて、こう背中が丸くなりますと、頭がですね、体より前に出てしまいます。こんな感じで。本当はこうなんですけど、これが前に、頭が飛び出てしまいます。そうすると、頭がこれが、このままほっといたら落っこっちゃいますので、落っこちないように、この首の後ろの筋肉ですね、ここを緊張させて、頭が落っこちないように常に支えている状態になります。ですから、ここの首の筋、ここの背中の筋肉というのは、伸ばされつつも、ここ落っこちないように縮むという方向で働きます。ここにとてもですね、無理がかかって、で、ずっと緊張した状態になるわけです。ですから、肩こり、首こりになったりするんですけども、でそうすると、ここ、血液が流れなくて、頭に血がいかなくて、で、頭に血がいかなくて、頭が血が戻ってこなくなってきて、頭に血が溜まることになって、で、熱を持つと、くなってしまいますので、まずは、こういう姿勢で、なるとそうなりますと。で、かつですね、これだと、目線が下向いちゃうので、上に向こうとします。そうするとさらにここの首の筋肉がこうするとさらにここの特に首の頭と首のちょうど中間なんですけども、ここがすごく縮んでしまってですね、で詰まったような状態になります。そうすると頭へのですね、血液がしっかりといかなくて頭に熱を持ってしまうということですので、根本的にはこういう姿勢の部分が関係してきます。ですから、今回ちょっと話が長くなりましたので、次回ですね、この姿勢を、こう、丸くなってしまって、骨盤が後ろに倒れてしまったのを起こしてですね、しっかり、正しい姿勢になるように、頭寒足熱を保たれるようにするための方法について、次回お伝えしたいと思ってますので、また楽しみにしていてください。ということで、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。